ですね、いつも今までそのジュエリーとかアクセサリーを作る上でもそうなんですけど、いつもこう一番私自身が大事にしてることっていうのが、こういったソーシングっていうものって、その人がつけていただいて初めて生きてくるものだと思っているので、やっぱりその身につけた方がどれだけ楽しんでくれるかとか、そこでこういろんな気持ちを持ってもらえるっていうところっていうのを一番考えてデザインをしていまして、でそこにじゃあサラサファミリアっていうものの、コンセプトだったり、あとイメージするモチーフの海と太陽であったりっていうものを、どういうふうにじゃあその形として表現していけるかっていうところっていうのをいつも考えながら、と話し合いをしながら、でその中でベストなものっていうのをどうやって出していくかっていうことをいつもやらせてもらってます。デザイナーズレーベルに関しては、その私自身の好みだったりとか、その好きなものっていう世界観だったりとか、そういったものが色濃く出されているものなんですけれども、で、いつも毎回テーマを設けて物語を作るような感覚でデザインをしているんですが、その私が作った物語だけでなく、その身につけていただける人がご自身の物語を作って、で、物語と一緒にそのものを楽しんでいただければ、ありがたいなと思っていつもデザイナーズレーベルは作っています。もちろん楽しみ方はジュエリーとかアクセサリーに対しての楽しみ方だったりスタンスだったりっていうのはもうそれぞれ人それぞれだと思うんですけども、やっぱりこのソーシングっていうものは身につける人があってなんぼのものなので、見るだけとつけることっていうのはまた感覚がちょっと違ってくると思うので、ぜひできれば身につけてもらうために遊びに来てもらえればなと、その実際の商品を見に来てもらえればなと思います。はい。